それは一体何事だ。報告します。使徒の祭壇にてウイルスが展開中。種別不明、ランク不明、全ての情報が未知数です。新型のウイルスか。それにしてもこの揺れはただ事ではないぞ。親父、新種のウイルスが出たって本当か。種別、ランクなど全てのデータがない。完全に未知数のウイルスだ。なるほどな。それでこそ倒しがいがあるってもんだ。よし、一丁暴れてやるか。待て、ライナー。誰がお前が倒しに行けと命令した。勝手な行動を取るな。そんなこと言ってたらプラティナの町がウイルスにやられちまうぜ。お前は誰のための騎士だ。答えてみろ、ライナー。シュレリア様です。ならばシュレリア様の指示を受け動くのがお前の使命。そのためのエレミアの騎士であろうな。シュレリア様、使徒の祭壇は現在ウイルスによって占拠されている状態です。ウイルスの種別、性能など一切の情報は判明しておりません。わかりました。調査に向かいます。ライナー、同行してください。はい、もちろんです。それでは行ってまいります。レアード、町の対応の方よろしくお願いします。はっ、お任せを。シュレリア様、気をつけて。ライナーよ、お前が行ったところで大した役にも、足手まといにだけはなる。当たり前だ。絶対に俺がウイルスを倒してきてやるさ。こいつは確かにこんなウイルス今まで見たことないな。また使徒の祭壇から湧き出てきたのか。一体ここは何なんだ。裏口は終わりです。全員戦闘態勢。よし、さっさと倒しちまおうぜ。待ちなさい、ライナー。まずは解析します。マスキング・テンテッツ・オフィアン・デザイン・シック・オフ・ファイ・フィリップ・ミアン。確かに、今までに発生したサンプルと一致するものはありません。行動パターン、特性などの一切が不明。この戦闘、何が起こるか分かりません。何しても、ウイルスには変わりないんだろ。先手必勝だ。ライナー、一人で突っ走るな。シュレリア様の指示に従えよ。シュレリア様、危険とはいえこのまま何もしないわけにはいきません。通常通り歌で戦いながら様子を見ます。二人とも援護を。炎症を開始します。発動します。
何なんだ。なんだって構わんものか。行くぜ。すり抜けた。全然攻撃が効かない。この技はまさか。これでは一方的にやられるだけだ。ライナー、アヤタネ、一時的に撤退します。なんだって。賢明な判断だと思います。戻りましょう。ちょっと待てよ。俺たちはエレミアの騎士だぜ。ウイルスの駆除が仕事だろ。それなのにこんなヤバい状況を放り出して逃げるっていうのかよ。ライナ、シュレリア様になんて口の利き方をするんだ。構いません。それよりライナ、私たちがここで倒れたら誰がこの地を守るのですか。けど気持ちはよくわかります。ですが冷静に判断することも騎士にとって大切なこと。ここから撤退します。これは命令です。わかりました。シュレリア様、これは。この辺り一帯の動力ラインが損傷を受けたようです。おそらくプラティナの都市機能は完全に麻痺し、ウイルスへの抵抗は不可能でしょう。そんな、今までそんなこと一度も。これはタイトの昔に起きた二度の大惨事以来の出来事。早急にプラティナの町へ帰還、緊急対策会議を開きます。まずい。あやたね。危なかったね。さあ早く今のうちに。あやたねは。僕はもう少しここにいる。しかしそれでは時間がありません。シュレリア様、ライナー、すまない。ここも時間の問題です。急いでプラティナの町へ。アヤタネを放っていけっていうのか。そんな。確かにアヤタネを置いて進むのは辛いことですが、ここにいても何の進展もありません。プラティナの町に帰り対策を考えることは結果的にアヤタネを救うことにつながります。ライナー、待ってろ。何？ライナー、一時退却。ちくしょう。あやためは。我々も危険です。道を塞がれたらプラティナに戻れません。シュレリア様はアヤタネのことは何とも思わないのか。どうしてそんなに冷静なんだ。私は管理者ですが、個人的な感情で動くことは許されません。
ライナー、落ち着いて私の話を聞いてください。あのウイルスは通常の方法では駆除できません。エネルギー体となって島内を瞬間的に移動できるため、壁や打撃が意味をなさないのです。それじゃ俺たちはあいつに手も足も出ないのか。方法は一つだけあります。なんだってその方法は。あの伝説のクリスタル、ヒュムネクリスタルを使うのです。ヒュムネクリスタル、伝説の聖女が世界を救う時に使った。はい、さらにはその中でもパージャという種である必要があります。ヒュムネクリスタル、パージャ。しかしそのクリスタルは現在プラティナの町にはありません。遥か数千ストーン下に位置する浮遊大陸、ホルスの翼にあると言われています。下の世界、そこは降りてはいけないと言われている世界では。ライナ、無理を承知でお願いしたいことがあります。ホルスの翼に降り立ち、パージャの探索を。この扉の先にある封印されし飛空艇でホルスの翼へ向かってください。でも飛空艇は。今回は非常事態です。特例措置として許可します。わかりました。シュレリア様は。私は管理者です。ウイルスが生まれている以上、ここを離れるわけにはいきません。そんな、シュレリア様を置いていくなんて。私は大丈夫です。さあ早く、もう一刻の猶予もありません。これが封印されし飛空艇。ライナー、これを。これはこの中にパージャの立体図面が記録されています。旅先でライナーを助けてくれるでしょう。シュレリア様、絶対にパージャを持って帰ってきます。それまで頑張ってください。ラインの魔物。まずい、このままだと。オリカはどうした？さあ、そういえば見当たりませんね。
どこへ行ったんだ、まったく。見たこともないところだ。いて、くそ、体が痛む。そうか、墜落したんだな。引く手はどこに落ちたんだろう。見当たらないってことは随分と飛ばされたみたいだな。それにしても大変なことになったな。使徒の祭壇にウイルスが出て飛空艇に乗って、これが封印されし飛空艇。ライナ、これは、これはこの中にタージャの立体常に記録されています。旅先でライナーを助けてくれるでしょう。ヒュームネブローチ、ヒュムネクリスタル、パージャか。シュレギア様、必ず持って帰ります。ここがホルスの翼。飛空艇を探さないとな。あまり壊れてなければいいけど。